皆さんこんばんは、ユミです。先日アラフォーの女性のお家を片付けました。和室の段ボールがいっぱいあったお部屋を片付けたんですけれども、本当はその一つのお部屋だけを片付ける予定でした。ところがリビングに行きまして、その女性がクローゼットの中を開けたのがちらっと見えたんですよ。そしたら物がふわーって落ちてきたんです。そちらも急遽お片付けさせていただくことになりました。お部屋はなんとなく可愛らしい感じで片付いている雰囲気だったんですけれども、クローゼットの中はもう大変でした。こんなにクローゼットの中から物が出てくるんだとすごく驚きました。今回はビニール袋と小さな箱がいっぱい出てきました。30年のアラフィフの 2DK のお部屋にお住まいの女性のお家にお片付けにやってきました。アミさん、自己紹介お願いします。はい、こんばんは、アミです。収納とかも何を買えばいいのかが全く私見当つかないので、エミーさんにアドバイスをいただけたらと思っています。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。一見片付いた部屋で問題がないように見えました。ところが小さなクローゼットの中は物で溢れかえっていました。今日はその中を片付けていきます。前回はアミさんの和室を片付けた動画があります。よろしければ概要欄にリンクを貼っておくので、そちらもご覧ください。それではクローゼットオープン。これを見る限りなんだ大したことないと思うかもしれないんですけど、違うんですよ。ビニール袋と箱がいっぱい出てくるんです。どうぞご覧ください。すぐに片付くと思ったんですけど、とんでもございませんでした。まだ続きますよ。今度は下の段です。ね、すごくないですか。こんなにクローゼットから出てくるんですよ。よくぞこんなに入れ込んでいたものです。一言だと思って見ていませんか。押し入れを開けるとね、これくらい出てくる人いっぱいいるんです。私もたくさん見てきてるんです。ここでちょっとお知らせです。私、お片付けをやらせていただいております。詳しくは概要欄をご覧ください。 Twitter、Instagram からご連絡お待ちしてます。クローゼットから出したものの中から、ここにもう一度入れるものを教えてくださいと言いました。たったのこれだけって言うんです。いやいや、そんなことないでしょうっていうことで、もう一度見直していただきました。今回はホームセンターでこの4種類の収納ボックスを購入しました。
今回クローゼットの中の収納は私にお任せいただきました。それでは亜美さん、中をご覧ください。隙間がある。あ、すごい収納、こんなに綺麗に分けてもらって。あ、全部畳んである。あ、布団がちゃんと収納されてる。枕も入ってる、ちゃんと。すごい。こちら洗い替えの枕カバーとちょっと肌掛けも入れさせていただきました。どうぞお開けください。はい。あ、タオルがすごいすっきり入ってる。へー、あ、すごい。どうぞ上の袋お取りください。あ、バッグが全部入ってる。あ、すごい、バッグこんなにコンパクトに収納できてる。すごい。お隣はアイロンと裁縫箱を置いてます。あ、靴下が一個ずつ見える。あ、ちゃんとストッキングと靴下で分けてくれてるんだ。あ、ここって仕事で使っていたユニフォームとかエプロンとかも全部まとまっている。あ、これが分かりやすい。ちゃんと湿気取りも入れてあります。本当だ。しかも色もこっち揃えるようにしてくれている。あ、こっちはスカートとかパンツとかレギンスなんだ。今回はすべて畳んで収納することにしました。ロングのワンピースは和室の方に吊るしてかけてあります。やっぱりここはちゃんと壁が見える。いつもずっとこの辺もいっぱいだし、こっちなんかも服を仕込んでて、もうどのぐらいの奥行きだったかもわかんないみたいな感じになっていたから。こちらはですね、押し入れに入っていたものなんですけれども、空にしてあります。何かね、ちょっとしたものをしまわなきゃいけない時に使っていただこうと思って、あえて空にいたしました。今回クローゼットの中からたくさん物が溢れてきました。そのほとんどがいらないものでした。今回驚いたのは、生協のリサイクルで使うビニール袋、それからいつか出品するかもしれないメルカリのための箱、これらがいっぱい出てきたんです。本来入れるべきものが全然入らずに、いつか使うかもしれないビニール袋や箱なんかが入っていたんです。皆さんも思い当たりませんか？いつか使うかも、この箱があった方がメルカリの時にいいかも、あ、これジモティに出す時に使おう、そんな風に思ってないでしょうか？箱は有料でも売っています。携帯とかそういうのも箱があったからといって500円ぐらいしか高くならないこともあります。持っていてもいいんですけれども、箱でいっぱい溢れてるお家を私たくさん見てます。袋はね、6袋分こんなのが持ってる方がいました。本来入るべきものがちっとも入ってないんです。一度全部手放してみることもお勧めしたいと思います。ビニール袋とか箱とか大した値段ではないです。それよりも今の生活をすっきり暮らすことの方が大切だと思います。本当にね、コンビニの割り箸とかケチャップとかからしとかね、本当はダメだと思うんですけど、ファミレスとかに行った時にね、なんか紅茶とかこうなんかもらってきちゃってる人とかいるじゃないですか。やめましょう。お家ですっきり暮らすためには、そういう小さなことをやめていかないとならないです。いつか使うかも、あったら便利、もう卒業しませんか？今日からはすっきりと暮らしましょう。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルでは片付けや収納のことなどをご紹介していきたいと思っています。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちとります。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございました。執着は手放しましょう。